はい。今週最後の昼ビリ放送局、M キャスト、マコネーのお時間です。今日も、どれくらい喋るかわかりませんが、<laughs> 調子の点、どんどんね、言葉が降ってくると、1時間ぐらい平気で喋っちゃうマコネーですが、今日も最後までお付き合いください。今日は4月20日、収録はね、4月20日、金、水イ えっと、木曜日の昼下がり、2時半にやってます。で、今日はですね、なんと、新月。まあ、新月ってご存知ですか新月は、えっと、月がね、完全に、月の、地球の影に隠れて、真っ暗になっちゃう。もう、三日月どころじゃなくて、本当何も見えなくなっちゃう日が、新月です。はいで。昔から、えっと、新月のお願いというものがあるんですが、まあ、新月のお願いがいつか、いつ、 ところからどういうふうな形で誕生したかわかりませんけど新月のお願いを知ってる方はたくさんいるんではないんでしょうかねそうまあ私も新月のお願いをあの結構ねえっと思い出すたびに新月になるたびに新月のお願いを繰り返してますはいまああのずっとあの sns 立ちしてえっともう早く死にたいとは思ってなかったけど早くあの世に,にからお迎えが来てほしいという えっと、時間を過ごした私は、その間はね、新月どころじゃないですよ。満月も新月も関係なしに、私の部屋はいつも真っ暗。そう、外は色は全部みんなグレーに見えるっていう生活をしたので、えっと、やっと光の当たる色が見える世界に帰ってきた私にとっては、ま、新月のお願いっていうのは、まだまだ眩しいようなものではあるんです。ですが、まあね、えっと、このポッドキャストを始めたばっかりの頃、えっと、イエりトウォークの中で、まだね、えっと、M キャストが毎日発信しなかった頃、 えっと、に、うんと、朝ね、歩きながら、昼々放送局じゃなくて、けやり大統括で、えっと、新月のお願いを、うんと、喋りながら、まあ、あの、一人で号泣したっていうのも、最近のね、いい思い出ですね。まあ、そんなわけで、まあ、今日も、今日がね、あの、ちょうど新月になったのが、えっと、収録からわずか1時間前、えっと、13時13分。 そう。えっ、ー、と、4月20日の13時13分から4月22日の13時13分の48時間が新月のお願いのベストタイミングですからの間に新月のお願い、10個のお願いをしていきたいと思います。そう。そんなわけで今日もね、あの、今日も、えっ、ー、と、表意体質のまこねは、まあ、空から上から降ってくる言葉そのまま喋る体質、話でやっていくと思うので、 まあ、どんな話になるかわかりませんが、えっと、最後までお付き合いください。そんなわけで、新月のお願いって何ですかというよりも、まあ、新月のお願いは、まあ、基本的に5つのポイントがあって、それに沿ってれば、まあ、あの、うんと、願いは叶うというものなんですよ。そう。 で、は、まあ、基本的に、新月のお願いって、こういうふうなことになってます。新月になってから願い事を書き出します。基本は48時間以内。なんで、今は、えっと、新月になってから1時間しか経ってないので、まあ、48時間以内ですね。はい。まあ、今月の場合は、えー、っと、4月の22日の13時13分までが48時間以内です。で、願い事は2個以上10個まで。で、手書きで書きましょう。 手書きで書くのが重要なポイントです。ですが、私はマイク越しで、マイク、声で皆さんに上書きしてます。<laughs> まあとでね、手書きで書き直すそうと思ってますけどね。うん。で、主語は明確に、そして肯定文で。はい。まあ、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、そう。まあ、わかりやすいところでいくと、私は、こんな感じですね。私は、えっ、ー、と、 4月30日までに体重を、えっと、体重を、あ、体重を95キロに落とすことができました。ありがとうございます。っていうような感じですね。はい。そう。もう常にその、もう、もうそれが達成したかのように、 全てを肯定して、で、最後にありがとうございましたって書くのが、まあ、本当は正しい書き方のようですよ。そう。で、書いた紙と日時と時間を書き入れて、書き終わったら人に見られないところで保管すると。そう。まあ、私の部屋ね、泥棒でも入ってこない限り、うんと、まあまあ、まあ、稀にね、えっと、ご先祖様だったりとか、 あの、ま、ね、あの、飼ってた猫ちゃんとかね、まあ、ああの、うんと、うろうろしてることもありますが、<laughs> まあ基本的にはね、私はあの、うんと、そんなに霊感強い方じゃないので、えっと、よっぽどね、あの、いろんなもののタイミング合うと、なんかピピッと反応しちゃったりとか、見えちゃったりとか、聞こえちゃったりすることはあっても、まあ、基本的にはそんなに霊感強くないので、まあ、あの、うんと、あまり、極端な、あの、 現象に会うことはありません <laughs>、うんまあ、そんなわけで、えー、っと、今日はその新月の願いを10個、もう思いつくまま話していきたいと思います。そんなわけで、えー、っと、最初の新月の願いをさっとやっていきたいと思うんですが、まず、あの、背筋を伸ばして、まあ、普段伸ばすの必要はないですけども、背筋を伸ばして、マイクを顔の前に持ってきて、準備 OK。 で、大きく息を吸って。で、こんなことをする必要ないですよ。私がこれからもうやるぞっていう、もう心の意気込みを。そう。数を間違えないように1っていうふうに言っていこうかな。新月のお願い、うん。浮かんだところからやっていきますね。うん、よし。 えっと、今月4月30日の深夜12時を回って5月1日になる瞬間までに私のポッドキャストのチャンネル登録数は150を超えました。ありがとうございます。 この150っていうのはインスピレーションですよ。パッと降りてきてインスピレーションでしかないので。まあ今現在122なんですね。まあ昨日減って増えるみたいな。<laughs> まあね、発信時間とかタイトルとかサムネとかもっともっとね、吟味することはいっぱいあるんですけど、まあ現状を今のままで、えっと、私のエネルギーをたっぷり放出しながら、私のエネルギーと同調できる方が、 そう。あと、38人増えて、十八人なんて、28人増えて150人になりました。ありがとうございます。2。ん収録ボタン押してるよね。あ、押してた。よかった。<laughs> たまにね、収録ボタン押し忘れてることあるからね。2。私は、 4月30日に、いや、5月1日、出勤したときに体重計を乗ったら、体重が95キロになってました。ありがとうございます。 番目、私は今月、市役所に行って、なくしてしまった保険証、もしくは手続きミスで届いてない保険証、その問題について、市役所に行って相談し、再発行の手続きをすることができました。ありがとうございます。 4番目4月30日までに私はこの部屋をもう一度きれいにしていらないものを捨て 新しい気持ちで再びマイクの前に立てるそういう喜びを感じることができましたありがとうございます5個目職場の えと夜のね、職場のジムのスタッフと誤解なく本音で話し合える関係を作ることができましたありがとうございます6番目私は 今、ちょっと、なんか調子が悪くて、本当、全然動かしない自転車を自分で直すことができ、の自転車で、次の新月の日に、交流神社まで自転車で行くことができました。ありがとうございます。7番目。 私は5月1日に95という体重を見ることができました。そのために今日からしっかり栄養を補,充補給してしっかり食べるものは食べて栄養バランスを整えながら10日間全力で筋トレをし 95になることができました筋トレを支えてくれたご先祖様、私を愛してくれたお父さん、お母さん、私のことを大事に思ってくれるすべての皆様、私のこの筋トレ、たった10日間、たった10日間だけど、まあ、苦しい10日間であることは間違いありませんでした、それを支えてくれて。 ありがとうございます。そして、達成できた自分にありがとうと言いたい。誠ありがとう。8番目。 まあ、冬の間、結構サボりながら、まあ、そう、体中、毛だらけなんですが、そう、春になって薄着になっていく中で、ちょっとね、恥ずかしいところもいっぱいあるので、綺麗に毛を剃って、まあ、あの、うんと、堂々とミニスカートで、外を歩ける、 私になりました。自信を持って外を歩ける私になることができました。ありがとうございます。九番目。ポッドキャストとは別にやってる。マコイズムの。チャンネル。 いつの間にか、ポッドキャストよりもチャンネル登録数は増え、少しずつ伸びてます。それをさらに加速するために、ザピアと YouTube のアナリティクスを連結させて、もっと効率的にアナリティクスを解説できるようにすることができました。 これもチャット AI をはじめ英語がよくわからない私をフォローしてくれた世界中の知恵の世界中の多くの知恵が集結して私をそちらに向かわせることがて、向かわせてくれましたザッピアを使いこなすことができた自分を褒めたいそして支えてくれた皆さんにありがとうの感謝を伝えたい私は YouTube の 解析をザピアでさらに詳しく行う手段を手に入れることができましたありがとうございます10番目決して 耳障りのいい話ばかりじゃないです。私のポッドキャスト。場合によっては、高圧的なものもあります。自分よがりのものもあります。一切、お聞きしていただいている皆さんに、忖度していません。なので、決して、急激に、 チャンネル登録が増えるななんてて状況ではないと思ってますそしてこれからも第一に私が頑張り続ける私が元気でいり続けることができるためにポッドキャストを配信して続けたいと思ってますそしてそんな私を認めチャンネル登録してくれた皆さんに感謝の気持ちをしっかり伝えたい そういった感謝の気持ちをしっかりポッドキャストに乗っけて発信できるようになったことを本当にありがたいと思っています。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。ちょっと後で聞きながら、銃のえっと願い事をまあもう一回書き出して胸に留めておきたいと思います。 まあね、十の願い事って言っても、まあ、毎月毎月とか、まあ、何週間がおきに、まあ、新月訪れるので、あんまりね、遠くて壮大な希望をいっぱい言う、んまあ、どっちもいいと思うんですけども、まあ、私は今回身近な話にしました。そう。したというよりも、なんか言葉が降りてきたんです。うん。 私はね、うんと、自分のポッドキャストについて、えっと、多くはないにしても、確実に、すべてじゃなくても、まあ、直帰率っていうのが出るんですけど、まあ、直帰率っていうのはアクセスしただけで途中で書いちゃうっていう人の率なんですけども、直帰率とか、まあ、私は、あの、今のところ、あの、ポッドキャストも、えっと、マコイズムの方も、 あんまり、あの、結果にこだわってない。に、結果にこだわってないので、今は発信し続けるっていうことを優先してますので、まあ、あの、あまりチャンネル登録数が伸びないからといって悩んでるってことはないです。はい。だって私は3年後には YouTube だけで生活できるようになってますから、はい。まあ、別に慌てることはないです。そう。どのタイミングかわかんないですけども、 えっと、一気に広がるタイミングが来ます。はい。まあ、そのいつかっていうのは私はまだあの、心の中でキャッチできてないので、まあ、いつかはわかりませんけど、今はそのための種まき。自分を、自分がポッドキャストを配信していくっていうこと。そして、えっと、YouTube を発信し続けるっていうことを、しっかり体に馴染んで日常の中に落とし込むっていうことが今の段階だと思うので、 まあ、そんな時にあれこれ焦ってもしょうがないと。今は仕組みシステム作りが、の時だと思ってやってます。そう。まあ、それでも、それでも私は、やっぱりあの、少なくても聞いてくれてる方。で、少なくても最後まで聞いてくれてる方。まあ、一回だけでもいいから最後まで聞いてくれる方に対して、感謝の気持ちがあまりにもなさすぎるんじゃないかなって自分で、 思ってます。それは大いに反省してます。本当にごめんなさい。でも、耳障りがいい話は世の中いっぱいあるでしょう。私は特殊です。人間としても、存在としても。 生き物としても特殊です特殊なのが私の売り個性だと思ってますそうそんな私が、まあ、耳障りのいい話を今だったらねチャット A でもノーションの耳ですごく駆使すればまあ本当あの耳障りのいいお話を作ってそれを あたかも自分の話のように話をすることはできます。そんなに難しくないです。でも、それって私がやらなきゃいけない仕事ですかね。そうじゃないと思ってるんです。私は、私の直感を信じて、私の直感と私の感性の中に流れ込んできた言葉をバイクに乗せて話したい。 それこそ私はこれからね多分日常生活の中にどんどん AI が入ってきますよ。今まで以上に。はい。今はまだねほんとごく一部の人がチャット GPT だとか AI だとかを騒いでる。そう。騒ぎ始めた。それがどんどん日常生活の中で仕事の中で 今までとは違う形で AI が入ってきます。確実に。それは YouTube の中でも、コンテンツ制作の中でもそうですそう。もうかなり入ってるでしょうし、これからどんどん進むでしょう。でも私は、自分のインスピレーションを通、インスピレーションとキャッチした言葉をマイクに乗せることは、AI にはできないと思ってるんですよ。 特にそれは私の個性だから。私が積み重ねてきた時代の中、時代と、えっと、生きてきた時間の中でできてきた個性っていうフィルターを通して、空から降ってきた言葉をキャッチして、マイクに放ってるんです。なのでね、まあ、これからも、あの、本当高飛車で、 えっと、お聞きになる方に、本当にあの、忖度のない、好きかっていうようなポッドキャストですけど、えっ、ー、と、今後も、ずっと、このスタイルで、やれる限り、やっていきたいと思ってます。そんなわけで、今日はね、ちょっと、あの、もっと長く喋ってるつもりでいたんだけど、時計を見たら、まだ22分ぐらいだよね。<laughs> まだ22分ぐらいですが、なんかね、うんと、 エネルギーを使ってエネルギーを出し切ったときは、なんかね、ほんと、ずっとやり遂げた感を感じるの。うん。今日は、あの、ほんに、私の言霊をマイクを通して皆さんに伝え切ったような気分がするので、今日はちょっと短めですが、ここで終わりにしたいと思います。そんなわけで、M キャスト、もちろん来週も月曜日から金曜日まで、お昼の前10時から配信いたしますので、皆さんぜひね、 えっと、小川誠を、こいつは変な奴だと思って聞いてください。こいつは変わった奴だと思ってくれてもいいです。こいつは地球の害になる奴だと思って聞いてくれてもいいです。好きでも嫌いでもいいです。まずは、私を知ってください。まあ、こねえでした。バイバイ。また来週。